と 75kg 級の試合は青コーナー福岡大学玉岡拓海選手の判定勝ちでした。第2マット、ただいまよりグレコロマンスタイル 75kg 級試合番号11番赤コーナー明治大学福田海人選手対青コーナー編集大学松尾雄介選手の試合を行います。
がお知らせいたします。ライナーパーク
セコンド、セコンド来てください。セコンド来て。青が勝ってんだろ、この点。そう、青が勝ってるよ。Thank you.
身のテクニカルフォール勝ちでした。セコンド第2マット、ただいまよりグレコロマンスタイル130キログラム級2回戦社員番号14番赤コーナー明治大学米川優斗選手対青コーナー福山大学山口直子選手の試合を行います。
果をお知らせいたします。第2マット 75kg 級の試合は赤コーナー拓殖大学桜庭晃大選手のコール勝ちでした。第2マットただいまよりグレコローマンスタイル 75kg 級準々決勝試合番号16番赤コーナー日本体育大学宇野久美選手対青コーナー神奈川大学藤谷健二選手の試合を行います。Thank you.
周りから早かったから一周した。第3番手のライトより、グレコローマンスタイル86キログラム級準々決勝、試合番号15番、赤コーナー、中京学院大学、プラサイ・シャンプー対、青コーナー、南学院大学、石川選手の試合を行います。
テクニカルフォール勝ちでした。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
の結果をお知らせいたします。フライトサンド6秒くらいの国の球の試合は赤コーナー日本大会大学下山田選手のテクニカルフォール勝ちでした。
Thank you.
から。固めて。
Thank you.
青コーナー、山梨学院大学ゴールチーム、オレック選手の試合を行います。
先輩先輩先輩もはいジャケジャケジャケっぽいジャケっぽいはいはい腕を出してくださいこういうちょっと眠そうだよ大丈夫Thank you.
もういいだろ、もう始まるぞ。あと2分で。あれ？サビとかないの？あ？でしょ？だからもう。30秒で終わる。30秒で終わるの？あれ、じゃあ。やってるぞ。だ。
ブルーゾーン壁作っていかながらゾーンブルThank you.
第3マット、ただいま
再検査をお知らせいたします。第2カウント130kg級の試合は赤コーナー創業大学黒木真選手のフクリカルボール勝ちでした。はい、参りましょう。
試合結果をお知らせいたします。第3パート85キログラム級の試合は赤コーナー専修大学湯中龍太選手の判定勝ちでした。試合結果をお知らせいたします。第2パート75キログラム級の試合は青コーナー早稲田大学斉藤俊介選手のテクニカルコール勝ちでした。第2マットただいまより75キログラム級敗者復活戦2回戦試合番号27番赤コーナー専修大学松尾雄介選手対青コーナー工業大学川端光平選手の試合を行います。第3マット学習大学谷口君、祖国山大学豊山君の試合始めます。試合結果をお知らせいたします。第3パート85キログラム級の試合は赤コーナー拓殖大学谷口誠一選手の棄権勝ちでした。Thank you.
Thank you.
手の皆さんにお知らせします。3位決定戦の試合は第1マート、第2マートです。14日の日より試合を行います。選手の皆さんはご準備ください。
第3マット、ただいまよりレコロマンスタイル 85kg 級3位決定戦、試合番号27番、赤コーナー、専修大学、米中龍太選手対青コーナー、法政大学、森合龍太選手の試合を行います。
第2マート75kg 級の試合は青コーナー日本体育大学宇野北光選手の判定勝ちでした。試合結果をお知らせいたします。第3マート 85kg 級の試合は赤コーナー専修大学宇野晴雄馬選手の判定勝ちでした。第2マート、ただいまよりグレコローマンスタイル 75kg 級3位決定戦、試合番号29番、赤コーナー、専修大学、松尾裕介選手対青コーナー、中京学院大学、澤田渡選手の試合を行います。ただいま、第3マートで行われている試合は、赤コーナー、学習大学、谷口圭一選手対you
第3マットを